はい、1628回始めます。9月26日火曜日に入ったところですね。はい。秋ですね。もうね、秋に入りましたよ。入ってないか。うん。随分ね、朝晩は冷え込むようになってきたんですけど、まあ私最近どうだろうな、あんまりパッとしないね、パッとしないけど、ヨーロッパのサッカーでね、三笘薫ね、日本代表の、すごいね、彼は本当に半端ない、異次元、過去のね、日本の中田英寿とかね、中村俊輔とかね、ヨーロッパで活躍した、あと、誰がいいかな、岡崎慎司とかね、香川慎司とかね、ヨーロッパでね、大活躍した人、何人かいますけど、いやー、引けを取らないっていうか、それを超えてくるぐらいのね、三笘薫はすごいね、あの人。ね、ただのドリブラーだと思ってたら、全然ただのドリブラーじゃなかったっていうね。もう最近は得点能力も高まってきて、本当にすごい選手が出てくるよ、日本。あと、久保建英。この人ももう怪物級だね。怪物くんになってきたね。本当に。いやー、この二人はすごいよ。久保と三笘。半端ない。いやこの2人がね、本当にね、日本代表、この2人ね、同時にピッチに立つとね、どっちかが活躍しないんだよね。特に久保建英ね、代表でいまいちね、輝かないんだけども、まあ、メッシだってね、メッシでさえ、なかなかアルゼンチン代表で、なかなか結果残さないで、最後の最後でようやくね、この間のワールドカップで取りましたけど、ね、大変な思いする、まあ、クラブチームでね、すごい活躍してもね、代表に入るとちょっと、おやおやっていう人が結構いるんですけどね、久保建英なんかそんな雰囲気あるんだけど、ね、代表でも活躍してほしいね、久保建英選手ね、はい、三笘と久保はちょっと異次元だね、もはや、はい、今回、フライデーデジタル、いやー、これ、よく聞くね、多目的トイレ、ここでね、まあ性犯罪とかよく起こるね、何でしたっけ、有名人渡部さんっていう人、多目的トイレでね、連れ込んでしょっちゅうやってたっていう人いるんですけども、今回これ公務員がやらかしたと、鈴木容疑者ね、多目的トイレに連れ込み約30分監禁、農水省60歳職員が20代女性へ性的暴行、戦慄の素顔写真ということで、フライデーデジタルに載ってます。逮捕された鈴木容疑者ということでね、まあ、その、何、多目的トイレね、ありますね、男子トイレ、女子トイレって言って、その間に大体あるね、多目的トイレね、体の不自由な方とか、ちっちゃなお子さんお持ちの方とかね、あと私なんかもね、私うち女の子なんですけども、女の子いるんでね、やっぱり男子トイレ連れて行きにくいと、私も女子トイレ入るわけにいかないからっていう時、この子連れだとね、本当にね、男の子だったらいいんですよ、男の子だったら私男子トイレ連れてってやるんですけど、女の子だから、そういう時ね、この多目的トイレっていうのは本当ね、重宝する。いいんですけども、ここ結構ね、まあ、多目的っていうね、この名前もまたね、いいように理解する人いるからね、こういうようでわいせつとか性暴行とかするやついるんですね。場所を変えよう。そう言って男は女性の手を引き、近くの駅へ連れて行こうとしたと。女性は忘れ物をしたと。話し、男を油断させ逃走、最寄りの交番に駆け込んだと。いうことで、いや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 、警視庁多摩中央署は、東京都多摩市に住む鈴木光男容疑者60歳を、わいせつ略取や不同意性交などの疑いで、逮捕したと。鈴木容疑者は農林水産省の職員、調べに対し、行為があったことは認めるが、同意がなかったという部分は違いますと、容疑の一部を否認していると、事件が起きたのは8月7日午後、酒を飲み酔っていた、
鈴木容疑者は多摩市内の商業施設で面識のない女性20代女性の A さんに声をかけますと。商業施設で酒に酔っ払って20代の女性 A さんに声をかけると、そして彼女の手を掴んで多目的トイレに連れ込んで、そのまま30分にわたり監禁性的暴行を加えたと。いやすごいね、60歳の男がですよ、やめてくれよっていう本当に。でトイレを出た鈴木容疑者は A さんを今度連れさらに最寄りの駅へ移動しましたと。で A さんが隙を見て交番に駆け込んだことから事件が発覚、防犯カメラの映像などから鈴木容疑者特定されますと。で A さんは警察に対して、まずねこれちょっと疑問ね、なんで60代の人、面識のない60代のおっさんが20代の女性を多目的トイレに連れ込むことができたのか、これだよね、まあ、強引に引きずり込んでっていうならまだわかるけど、なんで一緒に多目的トイレ入ったか、鈴木容疑者が困ってると思いついていったと話してるそうですと。まあここはちょっと謎だけどね、なんでこの女性がね、年が倍以上離れてるような男に連れ込まれたかっていうのはね、まあ夜でもないんでしょう、それはこれ午後って書いてあるから、ね、商業施設のなんて書いてあるから、いや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 、これはちょっと疑問だけどね、まあ、ただねこの女性に非があったとかなんとかっていうのはね、なんか言いにくいし言いたくはないんだけどもね、まあ誰しもねちょっと油断っていうか好きっていうのはあるからね、これはね女性を責めるわけにもいかない、やっぱり悪いのはこの60の鈴木容疑者ですよ本当に。で国家公務員によるわいせつ事件が相次いでるとね、まあこの2022年10月20代の渋谷区職員が準強制性交の容疑で逮捕されてると。ミルクティーを飲ませってやつですよ、睡眠薬入りのミルクティーを飲ませ意識が混濁したところで性的暴行ありましたね、これ私扱いましたよ、ミルクティー、これ覚えてるもの、ミルクティーで検索すると出てくるね。調べに対しこの渋谷区の職員ね、性欲が溜まっていて抑えきれなかったと言ってるということで、また今年1月30代の経産省のエリート官僚準強制わいせつの疑いで逮捕、これもクリスマスの夜に知人女性とネットで知り合って、ネットカフェで映画を見ていた男性は彼女が席を外したタイミングで薬物を投入、抵抗できない状態にして体を触ったとされるということでね、経産省の職員もやってますよと。彼らに共通しているのはいずれも勤務態度が真面目で業務上問題がなかったことでしょうということでね、日頃はね真面目に勤務してるんだけども、まあ女性関係となるとねちょっと手荒になるというか、この2人とも、経産省の人も渋谷区の人も、まあ、睡眠薬とかね、そういったものを混ぜ込んで女性が動けなくなった意識が混濁した状態で、まあ、わいせつ行為に及んでるということで一緒なんですけど、この今回のね多摩市の鈴木容疑者、この人はちょっと豪快だね、多目的トイレに連れ込んでるんだから、これね多目的トイレね、ほんと名前変えるべきだね、これ多目的って言ったらね、いや私はでもね、なんかアダルトビデオとか見てるとねトイレでどうのこうのっていうのはあるけど、どうでしょうトイレでやれますかって話ですよ、私に言わせると。やだねトイレのちょっとね、トイレ独特の匂いがするところでの行為なんていうのはちょっと私は嫌だけどね、よくみんなやるねトイレで、本当にやめましょうよ、トイレはおしっことかねするとこだから、大とか小とかねそういうのやるとこだから、ね、排泄するとこなんだから、何もそこで営まなくてもね、本当にっていうことですよ皆さんね、教養ね、モラルのある男性諸君はこんなことしないと思いますけど、やっちゃダメですよっていうことでね、終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。